しかも京都は昨日スリーポイント20分の7で 35% だったんですけども、今日は確率高そうですね、はい、さあここは今川、まず1本返していきたい小原、柏倉が待っていますが、小原がアタックでダンク、キーパーラベナ、小原、小原、あのゴール下の半円ですよね、ノーチャージングセミサークルといいまして、あそこにディフェンスがいたらオフェンスファールにならないんです。スミスも行きましたが、そこが取る右柏倉、そこは自らのドライブから後ろからカット、ただオマラがサポートに行きました。ここでもうそのままレイアップ行くと思ったらスミス選手がね、ここでバスケットカウント、スミス、スリーポイント、リバウンド、いい体の入れ方、そこから差し、最後は小原のダンクです。そうですね、あのその一つの要因は、はい、まあ、今回この速攻もそうだったんですけども、その前 の, あのバスケットカウントをもらったプレーも、はい、しっかりリバウンドに行って走ってるんですよね、はい、この走る運動量、柏倉、柏倉、ラドソン、渋田レオンには渡さずに自らアタック、うまい、思い切っていきますね、野本が来ましたが、そこそこ、そこのスピンムーブから、あ、これはただ遅かったんでしょうね、長吉さん、そうですね、ターンした、いやー、林との合わせはここはうまく合いませんでした。京都行く鈴木パス、あ、これはターンオーバーになりました。そこ、そこのドライブからバスケットカウント、あ、ここも高さがありました。そしてこのドライブからもうフリースローラインのはるか後ろからステップ切ってましたからね、はい、長吉、京都はすでにチームファウルは5つです。あ、ちょっとここはスティールから一気に速いバスケット、渋田レオンパス、オビーソコーキックしたんですけども、それが逆にアダになって、はい、滋賀のファーストブレイクを招いてしまいましたよね、でそこでソコ選手がもう躍動して、はい、そうですね、ここからもう前走ってますよね。そうですね、スティールから、そうですね、こういうような渋田のノールックのパス、はい、林翔太郎は右のコーナー、マンツーマン継続ですね、そうですね、中に入ってきた柏倉、うまい、よく見ていました。ちょっとパスが乱れたところ、細川もかなりタフにつきます。林が前から打ってきた、自信満々に決めています林翔太郎、今日も3本、アグレッシブな守備を敷いています。ガドソン、野本もいますが、外を使った渋田レオンのスリーポイント、スキルドも、まあ、本当に今日はいろんな選手が活躍してます。その通りですね、で、あの目標であっても88点をもうこの時点でもうクリアしましたので、ね、滋賀の方もしっかりと気を抜かないで最後まで、ディフェンスからファットブレイクと乗ってますね、いいですね、はい、お、強く当たって渋田が取った、ターンオーバーから最後はイージーバスケット、